松山市東の1丁目の伊予銀行東の支店で浅川君代蛍写真展が開かれています。浅川さんは高校生の時から50年以上にわたり写真を撮り続けています。今回は蛍をテーマによりすぐりの7点を展示しています。これはもう蛍を私がずっと春の検定に出している写真を自分でプリンターしてここへ飾らせていただきました。だいたい 7,8 年ぐらいの写真が主です。まあ年に、蛍の飛ぶ時期は6月の初め頃から熊井に行くと6月の20日ぐらいになりますんでね、その間、まあ、1日だけ行って写真を撮ると、初めに風景を撮っておいて、それでその中にホタルを入れていくと、何枚もシャッターを切っていくというのがこの作品ですね。でこの幻想的なやっぱり自然の中でこういうホタルがたくさん飛んでるって、やっぱり自然が入ってきたのかなという、はい、そういうところがやっぱり皆さんに見ていただきたい、なんとも言えない幻想的な写真ですね。この浅川君代蛍写真展は7月1日金曜日まで開かれています。清流や星空の下に舞う蛍の優雅な姿をご覧になってみてはいかがでしょうか。